今日はクレームブリュレを作っていくよ。今回は特に有名な人の本やレシピに挑戦ってわけじゃないんだ。そしておっさんがバーナーで何かを燃やしたかったとか不審な理由でもないから、この動画を通報したりはしないでね。本はプリンと同じ作り方だ。卵黄と砂糖を混ぜて、牛乳とクリームを沸騰前でやめられたような気がしたら、そうそう、レンジ先輩の声が変わってるって質問に答えます。以前の声質は聞き取りづらいって意見が多かったから、パソコンを一新した時に変えたんだよ。あんまり喋らないから変えなくてもよかったよね。そうだな。卵黄とクリームを混ぜたものをいつものメンザルで容器にクリームを入れる。余熱してるオーブンで温める。余熱は必須らしいから忘れないでねー。粗熱が取れたらグラニュー糖をかけていよいよ硬化ではなく、焦がしの作業。おー、焼けてる焼けてるー。はい、出来上がり。感想はお嫁さんで、一カップに入っている量が多すぎ、ということだったみたい。はい、今週も熱焼き卵を作っている場面を見ていきましょう。ある。最近は久しぶりに視聴してくれている人たちからも、上手になっているとコメントをもらってます。継続は力なりでしょうか。この厚焼き卵だけは改善に取り組んでいたからね。また、初期から動画を見てますなどの励ましのコメントもいただきました。ありがとうございます。ある。再生数に関しては特に自虐ネタがないので、喋ってる程度に思っていただければ助かります。改めて応援メッセージを書き込んでいただくことになり、申し訳ありません。ある。しかし今日の厚焼き卵、左端の崩れが一向に改善しないなぁ。サランラップが裂けたまま進む感じに似ている。改善する見込みはあるのでしょうか。この傷は言えそうにないなぁ。そうですか。さすがの角材さんでもリカバリーは厳しいですか。わぁ、さらにボロボロになってしまっている。せめて断面に期待しましょう。まあ、進歩なしってところかな。それではお弁当の中身紹介です。お願いします。右からほうれん草のソテー、やや良い牛焼き肉、特に進歩の見られない厚焼き卵、丸ごとタモさんピーマンレッド、ミニアメリカンドッグ、冷凍、上の段、白ご飯の上にギリギリ焼きすぎてない明太子。感想はどうだったでしょうか。感想は息子さんからで、お肉が美味しかったそうです。ある。そりゃそうだ。今日は一気食品のナポリタン。関東の人にはソフト麺とか言うとわかるらしい。あの麺のナポリタンを作るんだぜ。チープな味が人気の秘密のあれっすね。そうあれだぜ。おっさんは基本的に麺も合わせて、すべて一緒に鍋に放り込むんだが、レンジで麺を温めた方がいいって、前に助言をもらったんで、今日は麺の方はレンジでチンしちゃうんだぜ。味とか変わってくるしかね。さすがにそこまではないだろうが、レンジで温めると麺がほぐれているから、最後に調味料と混ぜやすくなるんだぜ。フライパンに入れて蓋をして具材と一緒に蒸しても、麺の状況は同じじゃないか。って思う人もいるかもしれないが、蒸してもなかなか麺の中心部まで熱が通ってないから、混ぜにくかったり麺がブチブチちぎれたりするんだぜ。レンジだと改善するんすか？その通り、見ていてほしいんだぜ。このようにスムーズに調味料と和えることができ、麺も弾力性を取り戻してるからかブチブチ切れないんだぜ。助言コメントは出した。それじゃお弁当の中身紹介だ。お願いします。右からお嫁さんが作った味卵、雲仙ハム、無限ピーマン、今日は一味違うナポリタン、イチゴ、イカ天、冷凍、最後はご飯の上に。あかりさんですよ。感想お願いします。感想は息子くんから、ナポリタンが美味しかったそうだ。レンジの効果かな。やっぱりメーカー品は最高だぜ。大好きなアニメが酷評されて、
コメント欄もその酷評で何年も止まっている悲しみを込めて、鶏肉に穴を開けたり切り裂いたりしています。まあ、好みはそれぞれだからな。そんな感じで作るのはお弁当のおかずナンバーワン人気、唐揚げです。最近唐揚げ屋さん増えたよな。なかなか潰れないから、みんな唐揚げ買って食べてるんでしょうね。そしておっさんの手作り唐揚げは、お嫁さんの母、おっさんから見ると義母さんのレシピです。おお、実家の味とかお袋の味ってやつか。漬け込みのタレは塩コショウとお酒のみ。過去最高にシンプルだな。いやー家庭料理って昔はそれぐらいの味付けだった気がする。さらにおっさん的には家庭料理は毎日食べるものだから、少し物足りないぐらいの味付けの方が飽きないし、健康的だとのことよ。まさかおっさんがそこまで考えていたとはな。両親からの受け売りです。尊敬しようとしたら転売屋でした。今回は色の付くものがほとんどないからいつも以上に白い唐揚げだ。この状態でももちろん千葉県色と言います。まあ、確かに白い千葉県もいるな。茶色唐揚げと組み合わせるのもいいかもね。それじゃお弁当の中身紹介お願いします。右からサンチェ、お袋の味の唐揚げ、カットトマット、缶詰みかん、上の段、エビシューマイ、冷凍。最後ご飯の上に海苔玉ふりかけ。感想はどうでしたか？感想はもちろんお嫁さん。実家の味はどうだったかな？普通だったとのことよ。これは好評だったのか、嫌だったのか。というわけで今回の動画ここまで。コメントやタグの書き込み、そして宣伝での盛り上げありがとうございます。チャンネル登録、マイリス登録もありがとうございます。ツイートや商品登録にも感謝。それでは皆さん、いってらっしゃーい。今回はブラックな尺余りはないわず。